さっきの打たれそうだと思ったけどポンってきたやつとか本当に嫌でしたね。低いロブはあれですよね、その打たれるかもしれないっていうのがあるから効くんですよね。そうなんですけど、そう同じ構えから沈めるのもできたらもう分かんない、うん、私まあロブってあの一回上向くじゃないですか。でも一回上向いて時間があるからポンって返せるんですけど、あの時間のないロブってこの視点になってからすぐ打たなきゃいけないんで、しかも多分大体の方はこうやってその背もたれにもたれかかるみたいな感じで見ちゃうから取れない。でも本来はターンして取ればいいんですよね。だけど結構こうしちゃう方が多いんで、そうするとそれがミスヒットになる、うん、そう焦らせるって目的でもある。ちょっとロブの取り方の練習に入っていきましょうか。じゃあ足は速いのに乗りのにロブの追い方が追いついてる気がする。でもよく考えてそんなに距離じゃないのに、なんであんなに取れないんだろう。次の目測が違います。目測が違うのかもしれない。聞いてるんですよ。目測がいや 何かがちょっと自分でも何が違うと思います。前は同じ距離なのに取れる気がするのに、後ろは同じ距離もうちょっと短いのになぜか取れない感じなのがちょっとなぜそのなぜかが何ですかね。何でしょう。バンバンさせてる感じ。バンバンさせてる。前の時って結構慣れてるってこと。前はもっと遠くてもなんか浮どく気がする。そこでもなんかいけるかなって気がするのに、後ろは下りたいのこのくらいでそんなにないのかな。なんでかがちょっと後ろに走れるのが苦手なのかな。本当にそれが原因だと思います。その当てずっぽうで言いました今。そのなんていうんでしょう、このかか来る感じがあんまりよく分かってない、うん、来る感じちょっと分かんない。多分落下地点に行ってない。まあそうですね、落下地点に行ってない。なんかもっと前で撮ろうとしたの、上の辺でもうちょっと多分こう来るうちのこっちで撮ってて、ここに落として走ればいいとか、ここで手伸ばして、うん、届かなくて終わるっていう感じ。そっか、まあそうですね、キャッチできる場所に行けてないんですよね。でまあその多分後ろに下がって打つショットじゃないですか。後ろに下がってかもしくは下がりながら打つショットなんで、その前のショットっていうのは前に行きながら前に飛ばすから、ついでに前体重かかるから打ちやすいですよね。で後ろは後ろに走ってて前に飛ばすんですよ。だから後ろに走ってて逆方向にラケット手それから軸足からの力とかそういうのを使わないといけないんで、まあ、もしくはそのスマッシュだったらここのこういうまあ何て言うんですかね、ここのスナップというかそういうのを使わないといけないんで、だから多分下がって踏ん張りドンっていうのがその1個入るんですよね。前だったら踏ん張りもなくて別に歩いてポンで帰るじゃないですか。だから前は何も考えなくても帰るんですでも後ろは何も考えないとこう、なのでそう下がって例えば、まあ、じゃあそうだな、まあ2つありますけど、下がってから止まって前に力出すパターンだったら多分止まるのは後ろ足ですよね。こうだから右側向いてたら右足が後ろ足になるから、そこは走ってってピタッと右足で止まればポンって打てる。この踏ん張り使ってバックだったら左向いてるから左足で止まってポン、この踏ん張りで前に飛ばす力を生み出すっていうんですか、これ走りっぱなしだと出ない、なかなか出ない。で走りっぱなしのパターンだと
こう行ってガバッてついてからポンってやるから力の源が右足ドンってやるから前に力がいく。後ろに走ってるけど前に力がいく。これ単純に走ってるだけだと前に行かないんですけど、ボールは。けど後ろにグッっていうのがあるとそれがきっかけになってうまくいく。でバックもそうですね。バックも下がっていって左に一瞬乗るからこう前に力がいくっていう感じ。だから下がってるけど前に力を出すきっかけが足で作れればポンって飛べる、飛ばすことができる。前はもっとぼーっとしてでもポンっていくんで、だから簡単っていうことだと思います。ちょっとその練習をやっていきましょうか。じゃあ見本からいきますか。はい、じゃあフォアからまずやりますね。あ、これスマッシュか。あ、スマッシュからいきますか。じゃあスマッシュも横向きに下がって右ドン、右ドン、もうちょっと分かりやすくいきますね。右ドン、打つ前の右ドン、右ドン。これがないと結構分かんなくなってあっってなりやすいです。なので打つ前の一瞬右ドンってやってあげるときっかけがつかみやすい。でちょっと深めにお願いします。深い時も右ドンってやると右で後ろに飛んでドンっていけるんで、これやるやらないは別にして一応こういうのもありますって感じ。お願いします。下がって右右、そうそうそう、右ってやるから腕が前にこうファンって触れるっていう感じです。でフォアボレーも一緒でちょっと低めでお願いします。起きた時に右ってやるからこっちに行く。ほんの一瞬ですけど右、追いつくんだけど右をちょっと溜めておくんですよね。ちょっとほんの一瞬ですけど、わっ、よいしょっていう感じ。これ走りながらやってこうではなくて右っていう感じ。下がって下がって右っていう支えがあるといい。でバックもやりますか。じゃあちょっと一気にバックもこれは左ってやる。左ちょっと一瞬左を強調してポン、左ポン、左。まあ今の テンポで言うと今のこういって左ポンぐらいの感じ。もう一回お願いします。左ポン、両手ちょっとやってみますか。左ポン、まあ一緒ですね。左ポン、左ポン、打つ前に左っていうの一拍入れて打つ。何もないと多分こうなっちゃう。なんか何も力のあれがないと不安定、スイングが不安定になっちゃう。まあいいですけどね、入ればですけど、左を使った方が狙いがちゃんと定まるんで。そうですね。なので追いついたなってところで一回グッ後ろ足で止まってからポン、そう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 、ちょっとそれをやりましょうか。じゃあスマッシュの方が分かりやすいかな。最初ちょっとスマッシュからやってみましょうか。スマッシュ、
玉出しでいいですかね、そしたら。あ、それでも、はい、そうしましょうか、したら。じゃあもう一球交代で、行きましょうか。癖で後ろに飛んで、後ろに流れる癖があるんですよ。直そうとしたけど、実際直らなかったので、じゃあ早く戻ればいいかっていう発想になったんです。早く戻る。こうやってこっち行っちゃうの。うん、いや、いいんじゃないですか。早く戻ればいいですよね。うん。っていうのと、まあ、あとはもうちょっと、もうちょっと下がってこっちをガバッて後ろに置いちゃえばこう打てる。うん、いや別にこれで打てるなら打ってもいいんですけど、これは選択肢の一つなんで、こうもできるしこっちもできるってした方が、まあ、本来はいいですね。だから常にボールはここにあるようにする。ここ体がここだったらここにあるようにする。でこれを例えばボールがここに行きそうだなと思ったら、もうこの、このこういう形で、でこれでボールここで、このまままだ落ちてきない、落ちてこない状態、落ちてこないというかこういう時ですね。この時はもっと下がる下がる下がる、この距離感を保って保ってドン。そう、フォア側でスマッシュで、うん、下がっちゃえばいいです。下がって、うん、おー、いいですね。あら、もうちょい柔らかく、ここを柔らかくしてから打っていく。うん、ちょっと膝が硬くなっちゃうと手打ちになる。そう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 、もう一回もう一回、うん、あとはもう一回右足を行く時の右足のつま先が真横、これがポイントです。そう、今ちょっとこうやって置いてる。そしたら前向きたがるじゃないですか。これが、まあ、ネットとかで、あとこうなったりする原因。こうなっとけばこのままこう打てるんで、横から前って振り向く力を使えるんで、横、そう、これなら OK。 こっからポン、これなら OK。 そう、ちょっとラスト3球やってみましょうか。横、いい、 OKOK、 横向きでピッ、そう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 、横向きでオッケーオッケー。か、まあ、体の向きはオッケーですね。横向き保ててるんで。多分こうやってやっちゃうと、そう、なのでこう置いてからスマッシュすること。そう、横向きでいいです。横向き、うん、つま先、膝、横向き。で、この状態でグッてなってから、ポン。そうそうそう。じゃあ交代しましょうか。じゃあ、どうぞ。うん、そうそう、いいですよ。右、そうそう、待って、右、そう、右、じゃあもっとあっち狙いましょうか。右、右、こっち、もう一回もう一回、もっと右ですよ。そうそうそう、肩入れて、肩入れて、で肩をこう入れるじゃないですか。肩入れた状態で下がって右、まだここまで肩入ってる状態で、これで最後にポン。そう、徐々にこういくんじゃなくて、最後まで横向き、肩入れといてからドン。はい、肩入れて下がって右ポン。そう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 、
もう一回もう一回。まだ早い、あの開くの早い。そう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 、もう本当に極端にこれでこっちに倒すだけでいい。倒すだけ、ラケットを倒す、はい、うん、体はこうこうこうこのぐらい。そう、これでこれだけ、これかこっちに行かないように。そうそう、そう、あもうちょい高いところで、もうちょい高いところで、そう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 、あと3球いきましょう。うん、肩残して、体の向き残して、そう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 、ちょっと下がったけど、うん、ラスト、そうそうそう、これが向きが、うん、向きがちゃんとキープされれば OK。打つ前にこっち行っちゃうとこっちしか打てなくなっちゃうんで、まあ、バレますよね。そう、逆クロス側は肩入れた状態をキープしてボン。そうそう